成功級フリゲートは台湾海軍のフリゲート、アメリカ海軍の OH ペリー級ミサイルフリゲートのライセンス生産によって発石が建造された。台湾海軍は長らくバックレイ級護衛駆逐艦を改装した天山級護衛駆逐艦やフレッチャー級駆逐艦、アレン・エム・サムナー級駆逐艦、ギアリング級駆逐艦を改装した不要級駆逐艦を主力艦として用いていた。 しかし、第二次世界大戦時の設計であるこれらの艦は、旧式化や老朽化が著しく、老艦喫春役と揶揄されるほど、戦力の近代化は喫緊の課題となっていた。1984年、台湾海軍の近代化計画の一つとして、3000トン級のミサイル駆逐艦、光花、愛号を8隻建造する計画が立案され、 ベースとする艦が選定されることになった。当初は並行して導入することになっていた1500トン級、フリゲート、光花、通号との共通性などから、西ドイツの名工型フリゲートが選定された。しかし、台湾と西ドイツの国交がなかった上に、中華人民共和国からの圧力が予想されたことから、正規ルートによる購入は困難であった。 第三国を経た購入も検討されたが、ディベートなどによるコストの高騰が予想されたため、メ工ー型フリゲートの購入を断念。アメリカ合衆国の支援のもと、台湾科学院が OH ペリー級をもとにした新型戦闘システムや VLS を有するミニイージス艦を開発することが決まった。当然、一から新型艦の開発をするのに時間がかかるため、 1986年には8隻の内4隻を新型艦にする計画に変更されたが、1989年に就任したヨウマサキリ上昇は新型艦の隻数を2隻まで削減。さらに o h ペリー級フリゲートを2隻共同建造5隻をライセンス生産して、後期型の5隻をミニイージス艦として建造し、 合計12隻整備するなど計画は2点3点した。結局、建造費の関係から8隻のみ建造することで、決着し、一番艦、成功は1990年に寄航された。成功級フリゲートの基本設計は、原型の OH ペリー級とほぼ同じである。ただし、原型の不具合を解決したほか、台湾独自の設計も盛り込まれている。艦隊のベースになったのは、 o h ペリー級フリゲートのうちでも全長を原型から2.4メートル延長した後期立て造艦である。視野が強すぎて歪みが生じた後期立て造艦はバラストの追加を余儀なくされたが成功級では設計時に中央部の後半を厚くすることで解決している。またミサイル発射時の艦隊安定のためにフィンスタビライザーも装備されている。これにより 食べては吐き出すと揶揄された従来間の劣悪な居住性からの向上に一役立っている。この他にもハンモックではなくベッドを有する閉院室や個別の歯官室に食堂、冷房の完備など従来の第二次大戦形の感染から飛躍的に居住性が向上し乗組員の士気の維持に貢献している。成高級フリーゲートは台湾海軍の艦船として 初のがスタービンエンジンであるゼネラルエレクトリック LM2500 を搭載した。機関の配置や煙突の位置は原型と同じである。手法としてオートメラーラ 76mm 砲をアメリカでライセンス生産したマーク 75-76mm 単装速射砲を一門、装備する。原型と同じ環境中央部に搭載しており、 原型と同様の社会が限定されている。射撃艦製レーダーとして、WM-28 レーダーと、タレス社製のスター -240 を1機装備する。また、ファランクス 20mmCIWS を1機ヘリ格納庫上に搭載する。成功級独自の装備として、ボホース 350BX40mm 単装機関砲を環境量限に装備する。 これは中国海軍が高速艇を多数有することへの対策である。射撃艦制レーダーは 76mm 速射砲用のスター -240 を共用する。この 40mm 単装機関砲は搭載位置が 76mm 単装速射砲の直下にあるが 76mm 速射砲を射撃するとその真下にある 40mm 機関砲の 球団作業員が衝撃波で混沌もしくは最悪死亡することが収益後に判明した。そのため、成功級は、戦闘時には 76mm 速射砲と 40mm 機関砲を同時に発砲できず、76mm 速射砲の射撃時には 40mm 機関砲の作業員は、艦内退避をする必要がある。後期に建造をされた。 タタンは 40mm 機関砲とスター -240 を装備せず、後日より小型の T75S20mm 機関砲を搭載した。成高級フリーゲートは原型と同じ能力限定型ターターシステムを有する。環境前方にはマーク13発射機を搭載し、これで RIM-66SM-1 MR スタンダード艦対空ミサイルを発射する。OH ペリー級フリゲートがマーク13発射機からハーブーン艦対艦ミサイルを発射できるが、成功級はハーブーンの購入費用が認められなかったため、マーク13発射機からはスタンダードミサイルのみ発射する。その代わり、スタンダードミサイルの搭載数は40発に増加している。 成功級は独自の艦隊艦ミサイルとして、台湾国産の UFO2 型ミサイルを装備する。UFO2 型は4連装発射塔を2機、メインマスト前方にシフト配置している。2006年以降、UFO2 型の発射塔を連装2機にして、UFO3 型の発射塔を連装2機装備する試験が始まり、2012年には8隻の内5隻に、 UFO3 型ミサイルが実戦配備された。しかし 40mm 機関砲や UFO ミサイル発射等の搭載などでトップヘビーとなっているという指摘がある。春ソナーとして原型と同じ案、SQS-56 ソナーを装備する。ただし、原型が装備していた案、SQR-19 戦術栄光ソナーと案、 s q 9 8 9対戦戦闘システムは、アメリカが売却を拒否したため搭載しておらず、対戦兵器もマーク323連装単魚雷、発射艦のみ装備するため、対戦攻撃はもっぱら対戦ヘリコプターによるところが大きい。後期立て増艦をベースにしたため、着艦支援装置を標準装備する。OH ペリー級は、ランプスマーク3の運用が可能だが、 ランプスマーク3に対応する S-70C-1 を搭載することが可能となり、これまで MD500 ディフェンダー小型ヘリコプターしか対戦ヘリコプターを運用できなかった、対戦能力は大幅に向上した。7隻は OHPEQ フリゲートをもとに高尾の中国造船工事で建造された。全艦が左第124駆逐艦隊に、 配備されており、洋上での防空艦として運用されている。一方、C、MAR レーダーノーティスカイ戦闘システムと、アター -2N レーダー MCS-2000 戦闘システムマーク 41VLS を搭載する新型戦闘システムは、当初7番艦、長剣からの搭載を予定していたが、フェーズドアレイレーダーの機種選定のやり直しなどで、開発は遅れ、7番艦、 長剣も OH ペリー級フリゲートを元にした設計で建造された。最終的にコスト高等による予算不足でミニイージス艦の建造は諦められ、8番艦、タタンも同じ設計で建造された。2006年3月にはテイワがパラオで接触事故を起こし航行不能となる事態が発生している。成功級フリゲートは、 台湾海軍の大型艦の中では、席数が最も多く、稼働率も高いことから、現在も台湾海軍の主力として運用されている。台湾海軍は本級の増強を希望しており、台湾政府は2014年度2015年度国防予算で、アメリカ海軍の OH ペリー級フリゲート2隻分の購入予算56億台湾元を計上した。 そして2014年12月10日、アメリカ合衆国議会で o h ペリー級フリゲート4隻の売却が可決され、12月18日にはバラク・オバマ大統領が法案に署名した。これに対し中華人民共和国外交部は台湾問題は中国の革新的な利益、強烈な不満と断固たる反対を表明すると抗議した。2017年5月、 米国から購入したテイラー、ゲイリーの2隻が台湾に到着し、2018年11月の収益式でメーデン、アウコーと改名されて、マコー基地を母港とする海軍146艦隊に配属された。陸を治む、中国海軍のライバル、台湾海軍の実力、世界の艦船513周回人者、海外艦艇ニュース台湾の駆逐艦。 フリーゲート更新計画。世界の感染406周回認者。ABCDE 写真。先端鍵。台湾海軍初の国産フリーゲート。成功収益。世界の感染470周回認者。リコ・オサム。新旧根高の台湾海軍その将来像を探る。世界の感染608周。回認者。2003年3月号。 海外官邸ニュース台湾の新型フリーゲートクワンホア型の艦名世界の四百447州、解任者1992年3月号海外官邸ニュース台湾海軍が FFG 計画を一部変更世界の四百443州、解任者1991年11月号海外官邸ニュース 台湾海軍の米フリーゲート購入計画、世界の艦船787州、解任者、2013年11月特大号。台湾へのフリーゲート売却、オバマ米大統領が関連法案に署名。フォーカス台湾。 h t t p h e a d l i n e s y a ドット c o j p h l a イコール2014万1219から00004 00不台湾 c n ハット米台湾に軍艦売却へ大統領が署名中国断固反対朝日新聞デジタル http://headlines.yahoo.co.jp://hl, a イコール2014万1220から0000005 0000、アサヒ i n t ハット米から購入のフリーゲート2隻が収益再相当、外からの脅威忘れるな、台湾。フォーカス台湾。http://japan.cnway.com。テイラー・ワッツ、ニュース。 8、2018億1108万2、アスプックスハット、台湾、米から購入のフリーゲート艦2隻収益。アフプブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ 319688A。ありがとうございます。